さっきの味わいかな。はい。あ、どうも、はい、あの宿題をいただいてまして、で、あの、そうそう、そのあれはね、月刊ペン裁判の回ですよ。月刊ペン裁判、はい、あ、十分前、そうそうそう、お酒の追加裁判、そうです、ただペン裁判、そうなんです。どうですか、いつでしたっけ、あれ。昭和51年からですね。昭和51年はい、月刊ペン裁判、うん、ちょっと待ってね、今日調べてきたんで、ネットでも出ますよ、僕の、まあ出るでしょうし、あの時間が経つのでは、それで、ポイントは、まず、まあ、話の出発はこのペン裁判がどうということよりも、はい、池田先生が要するに言語をしてないってことを確認したかったでしょ。そうです、あの、でこの時に一時起きだとか、はいはい、この時にね、裁判資料としてこれもう提示されてるんですよ、裁判所に。この池田先生の行動記録っていうのはもう毎日毎日つけられてるんです。自分でつける、ね、もう秘書とかお付きの人たちが、でその要するに先生の身を潔白を証明するために、じゃあ先生のその池田大作氏の、はい、裁判所で言えばね、はい、池田大作氏の行動記録があるんならそれ全部提示しなさいって話になってたんだと思うんだよ、向こうの弁、あの向こうの被告人の方の弁護士がそういうふうに言ったのか分かんないけど、いずれにせよこれが裁判資料として上がっちゃってて、で要はそんな身の潔白、あ、そんな変なことはしてませんよってことを言ったんだけど、我々はその資料から違う角度で見たわけですよ。あれ先生言語してないじゃんみたいな、それがまあここに出ちゃった。これだけじゃなくてね、もうちょっとしたいしないことはあるでしょうから。いや、それが1日は2日じゃないんです。1日は2日じゃないんですよ、この資料。まあ長い長期もあるでしょうから。先生が言語をしないというのはもう有名ですよ。あ、どうあの、まずね、